い、どうもポップローパルピリンです。今日は天気いいからさ、本当はバイク乗りたいんだけどさ、最近雨降ったりなんかちょこちょこ天気があるもんですから、今日のうちに YZ のオイル交換、車のオイル交換とダブルのこれだもんね。もうこれやばいよ、これちょっと危険。ルネッサダブル YZ 洗車しましょうね。今日はよし、よドロドロじゃないですか。よいしょ、もういい感じだ。前回オイルフィルターは変えてるから、今回はオイル交換だけで済むそうですね。どれ、あ、止まったかい、いい感じかい。よいしょ、新しいパッキンも入れときました、買っときましたよと。まだ勝てんだろ、もう無理だ。うわ、ちょっと乳白色になってる。なんでだろう、これ湿気多いの、なんかやらしいね。ねえ、前回オイル量多かったのかしら。なんだろうこれ、水回せってんな。
けかい？ちょっとシャシャシャぶちまげちってぶちまげちったよ。ここもさ、なんかこの間綿棒攻撃だな。うわ、すごいね、乳白色。湿気？何？おい、お、おぶね。びっくりしちゃった。なんだろう。いや、今本当エンジンに落としたかと思っちゃって。びっくりしちゃって。なんでしょうな、乳白色。水なんだよな。混ざんねえからさ、水だ。まあいいや、とりあえず2リッター入れました。 2.5 だからあと500だね。500ったらどこだ。100ぐらいあってもいいんじゃないですか。フロントタイヤ上げてるけど、うちの駐車場って傾斜あるんで、ちょうど上げたぐらいで水平ですけれど、もうちょい 100cc ぐらい入れてもいいんじゃないですか。さあ 100cc ほど追加してみました。ああいいと思うよ。じゃあすか、よし。11,866kmでオイルコールしました。よいしょ、ちょこっと走ってみましょう。いやー、これ新しいカメラ固定のブラケットいいの。さあ、今となってはさ、貴重なマニュアル操作なんだよ。貴重だよこの価格。いいねよ。いいのもしれない。新しいな。より高価になったっつうことで、こんだけ広い絵が撮れるのかな。よいしいや、本当はこれだね、マニュアル操作の車っちゃうの絶滅する危惧種ですから。ヘッシュだから覚悟しようこれ。なかなかこの操作貴重だよ今。でもさ、昨今さ、踏み間違いとかあるけどさ、マニュアル車が絶対そんなことないと思うけどね。オートマだと何、右足はアクセル専用だろうけど、でもさ、人によってさ
どうだろうね、基本的にマニュアル車だと右はアクセルとかレーキで、左はもうクラッチ専用なんだね。人にもよるのかね。でもオートマはさ、たまにさ、右足がアクセルで左足がブレーキって人もいるからね。基本的に右足か右足でそういうのもアクセルでもさ、なんかとっさの時があってさ、まあ見間違いは俺は今のところね、まだそんな年齢ではないけどさ、あのアクセル引っかかったとかさ、たまにあんのよ。なんか靴の関係かなんか分かってる。そんな時はさ、焦らずにさ、左足でクラッチ踏むみたいな、ね、で動力切ってやるみたいなさ、ことも可能だよね。だ、昨今の暴走する車もさ、まあその何、機械的なメカ的な不具合なのか、単なる人的ミスなのか、わかんねえけど、左足がクラッチ専用だってことは、とりあえず動力は切ることはさ、ね、マニュアル運転する人っつうのはさ、脊髄反射でさ、左足やクラッチつながるからさ、なかった時に絶対踏むよね。だから少しでもマニュアル車の方が、まあ、ね、巷でもよく言われてるけどね、今年よりこそマニュアルのね、私もなんかほんとそう思う。そうだ、お話でした。とりあえずオイル交換しましたけど、なんかまた最近ガソリン上がってきたんですかね。なんでみんなオートマ飲んだの。俺まだガキの頃のイメージが残ってんだよ。あのさ、よく男の子だとさ、ガキの頃ね、風呂場でさ、風呂桶あるじゃない、あれをハンドル代わりにさ、ガチャコガチャコとかでさ、親父の真似してこう運転する素振りもなんかね、よくやってたけど、まあ、うちの親父もカタカナにマニュアル車乗ってるんじゃないですか。そういうのもあるのかな。それ受け継いでるんですまあそんな感じでした。お疲れ様でした。では。